ハロー、トム・クロニンだ。南カリフォルニアのカウソン・グレイシー・テメキュラに所属している。師匠はカウソン・グレイシー・ジュニア。白帯の時から一緒だ。それでは私がよく使い生徒に教えるのが好きなテクニックを紹介しよう。マウントで覚えておくべきコツを紹介したい。キープ、そして相手を決めるのに必要だ。相手のヒップエスケープに対しここに移動する。膝は相手の肩のラインに、つま先は相手のつま先に向けること。相手のヒップと私の足首の間には隙間はない。頭を抱えベースオフセット、そのまま手を頭に歩かせていく。このトランジションではこの体勢から相手が抜けてくるのに注意。ここで私の二頭筋を私のヒップとリプレイスしよう。こうだ。相手に密着してこの腕を取れるようにする。ここからは私の体全体を相手の片側につける。